初めここに真っ黒いのいたんですよ。なんだろうなと思って、あの1頭2頭ってこう離れてゾロゾロゾロとゆっくりそっちの方に入っていった。親子ですね。女性は昨日午後7時ごろ、札幌市南区中野沢の住宅敷地内で3頭のクマが歩いているのを目撃し、警察に通報しました。その1時間半前にはランニング中の高校生が川の縁を歩くクマを目撃。近くの南区北野沢では先月から親グマ1頭と子グマ2頭の目撃が相次いでいて、同一個体と見られています。まずびっくりしましたよね、うん、こんな家の近くに。駆除できるもんなら駆除してほしいけど。また札幌市西区西野では昨日午後10時ごろ、林の中から動物の音がして、熊の鳴き声のような音が聞こえたと通報がありました。付近の小学校では今朝、保護者が登校に付き添う様子も見られました。札幌市では今月に入り、真駒内公園や藻岩山近くなど熊の目撃が相次いでいます。市は熊の痕跡調査など対応に追われていますが、住宅街に近い場所も多く、駆除や箱罠設置にはなかなか踏み切れない事情があるといいます。捕獲まではできるんですけども、最終的に鉄砲で止め差しをするんですが、その時に周りに人家があると警察の管の命令がなければいけないというような、そういう条件もあるので、どのような対応が最適かというのは検討していきたいなと思っています。札幌市は熊が住宅街に近づかないように畑への電気柵設置や見通しの悪い場所の草刈りなどを付近の住民に呼びかけています。